ビタリー・シェルボ、ビタリー・ベネディクトビチ・シェルボは、ベラルーシの体操選手。シェルボは1992年バルセロナオリンピックの体操競技に独立国家共同体代表として出場し、合計6つの金メダルを獲得した。これは、体操における最高記録である。また、世界選手権における獲得金、メダル数12個。 合計メダル数23個はいずれも歴代最多記録。シェルボは1996年アトランタオリンピックまで競技を続け、その間に世界チャンピオンとして数々のメダルを獲得した。アトランタ五輪直前には妻のイリーナが大きな交通事故に巻き込まれ、またシェルボも両方の手術を受けるなど苦境が続いた。アトランタオリンピックでのパフォーマンスはベストには遠い。 ものだった。日本においては1995年にスポーツマンナンバーワン決定戦に出演し、飛び箱で当時の世界記録である20弾を飛び、2年後には22弾を飛んだ。跳馬にシェルボが最初に行った技、シェルボとシェルボ2がある。現在は家族と共にアメリカのラスベガスに住み、体操教室を運営している。2009年に、 国際体操殿堂入りした。ありがとうございます。